北海道各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探す&サウナ。東京駅近サウナ旅。本日の舞台は東京六本木。有名な交差点から坂を下っていくと着きました。カンレオホテルズ六本木。大都会の中で静けさを感じられるという駅近サウナにお邪魔します。おー、開放感がすごい。明るい時間の黒っていいですよね。すごい気持ちいい。優しい感じ。この木の色合いがいいですね。明るすぎず暗すぎずで。サウナ室はゆったり入って4名くらいですかね。サウナマットの数的にも。汗を流したらサウナの目の前にある水風呂へ。おー、あー結構冷たいかも。17、18度くらいですかね。サイズ感がまたいいですね。大都会の中で外気浴ができるこちらの露天風呂では、いい風、都会のど真ん中で空を独り占めしてます。わあ、私の後ろ側に見えているのが東京タワー。あれです、あれあれ、東京タワー磨き浴